おくず。働け動物の森ボーンバージョンをやっていきたいと思います。あ、ちょっとね、米火の設定を忘れてて今3行しか表示されてないんですけども、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。忘れてた。いや、ちょっと新しいパソコンなんでね、設定忘れてた。このボリューム違うでしょ、深夜にかかわらず。ございます。165Hz だからもう絶好調だわ。手紙だ。誰からだろう。フラッペだ。ラブレターかな。大好きなって書いてんだけど、もう好きじゃん。つまり俺のことが好きってことでしょ。またここにあんのか。参っちゃうね。ギアッチョからラブレターって書くと、もうなんか変な気分になる。それ踏めて、よし。あ、そうだ、株買わないとね。あの微妙に負けた株を買わないとね。これね。じゃあまず回る前に掘らなきゃ。金のなる木の横に植えとこ。噂されちゃうわ。あそこの家の庭には金のなる木があるんだぜ。とりあえず金だけ下ろして。まだうちの歌い手が歌ってる。いくら買おうかな。200ちょっとね、管理しづらいんだよね。150ぐらいにしとく。リンゴ飴が送られました。圧倒的感謝。よし。旗の下で歌っての思想を感じる。マジで。たまに来る。車で大音量で来る人やん。やめた。やめてないわ。ちょっと移動したわ。言われたからだろうな、多分。どうだ、メスガキ、これ。次コメントでメスガキの日だよって言われたから。へえ、そんな、何今の。え？何これ。こんなんあった？捕まえていいのかなこれ。え？こんなんなかったよね。何これ。アリだ。腐った株、腐ってないよ。嘘。あ。あっ見えますでしょうか皆さん。逃してたわ。めちゃめちゃ巣に運んどるわ。あとで捕まえよう。アリは今日も働いている。俺の株がちょっとでもアリの餌になったならそれはそれでいいや。
右側じゃなくて左側かな。じゃあ株を無駄にしなきゃ絶対出てこないんだな、アリって。難儀なもんだ。嫌がった。うれてめえ、さっさと3期型にしろ。たけんだ90で売れ毎回。たけえや。今んとこ100以下で買ったことあんまねえよな。どうしようかな。ここら辺に置いて回るか。さすがにもうね、家が遠くなったからね、そんな変わんねえけど。家まで帰るのちょっとめんどくさくなった。予測ツール、俺は予測ツールなんてそんな甘えたもん使わないから。そんな甘えたトレーダーじゃないんで。氷が名物だよ、これが。なんだろう、獅子落としくれ、ヴァヤシコフ。すんげえな、蜂蜜な床は持ってなかったっけ。効率悪いよな。5、6回回んなきゃいけない。まあ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 、日曜日はしゃあない。トースが来れました、ありがとうございます。夜食にします。蝶々見てたわ、キアッチョが。ギアッチョもティア入っていいと思うんだけどね。ギアッチョティアいくつなんだろう。寿司は怒られました。ちょっと寿司はしばらくいいかな。さっきの配信終わった後の防音室の中の魚臭さですごい冷静になったわ。ちょっとここで食うのはないな。今後は飯食うときは外の PC で配信しよう。中で食うのはダメだ。飲食禁止。水は飲むけど。匂い取れたよ、あの換気扇調のついてるから。なんだ、手品セット。ちょっと手品セット3回目なんだけど押してくんの。何なの、誰かが手品で飛ばしてるの。買います。回線全然すごい。夏とかマジで汗くせえかんな。超暑いから汗かくから。間違った。こんな密閉空間で換気扇ないと死んじゃうよ。なっちゃう。まどろんでるわ。
今日は映りたがってんね、画面に。ここ置ける。置けた。この置く作業が煩雑だ。よいしょ。あと何往復？あと5ないぐらい。ちょっと大変だな。ギアッチョってなんて言うんだっけ。ギアッチョ、ギアッチョだよ。ギアッチョのフルネームって何だったの。何寝てんだお前。仕事中ねえバー。誰が。あ、でも金が少なくなってきたな。結構増えてきた。島の一部サルシンするか。なんか畑作りたいよね。前デザインに確か畑の土があったから、株を置いて不自然じゃないぐらいの畑を作りたいな。この海辺にはね、置きたくないよね。愛が送られました。愛にできることはまだあるかい。畑に株まんま置いてないやろ。アナザーみたいなこと言うね。よいしょよいしょ。よし、キャンディーが送られました。キャンディー。パパがね、2つしかくれないの、キャンディー。僕はたくさん欲しいのに、ママはね、いないんだ。あと1往復でいけそうだ。キャンディー2つもらったわ。ケーキもキャンディーももらった。もう甘いもんには困んねえな。甘いもん食いてえな。しょっぱいのちゃったから。鬼ヤンマじゃね。鬼ヤンマじゃね。ちょっと俺、ああ違う。どういったの。なーい、眠くなっちゃった。あいつモテ遊ぶからな。寿司が9個入れました。しばらく行ってたね。もらっちゃったわ。あっと、どうしましょう。アイスクリーム。つか甘いもんコンプリートしそうだな。タピオカが送られました。ちゃんと黒糖入ってる。あ、タピオカの中に黒糖って意味じゃないよ。黒糖のソースがちゃんと入ってるかって意味だよ。よいしょよいしょ。そういえばサーティワンアイスクリームもさ、ウフバーあるんだよね。すごいよね。
31もウーバーイーツの時代だぜ。夏場とかどうなんだろうね。でもさすがにドライアイスとか入れるだろう。そんなデロッデロの状態で持ってくる。どういった、おい、クソガキ、こら、どこだ、なんだお前じゃねえよクソガキが。そっちのクソガキじゃねえんだよ。泣きたくなる時ってあったりする。辛いことでもあったか。うわお前似合うな。この島で一番似合うわ。全部いけたかな。いけた、いけたっぽい。まあ2万はいいだろ。オッケー。ピエンかいつかさ。あとアリ捕まえとこなきゃな。支援できるようになった。表情って何個あるんだろう。結構集まったと思うけど。砂浜埋まっちゃった。こっち側の方がいいか。ハエも忘れてた。ハエもたかんの、きったな。よいしょ、あと10個。潮干狩りはこっち側できないね。でも分かねえんじゃないか、多分アサリ物置いてあったら。これを利用すればワンチャンアサリが効率悪くなってそうだな。普通に脇が少なくなりそう。よし、株式購入終わり。じゃ今日も巡りますか島を。ハエは取れる時取れないと面倒。そうなんだ。まあ一回腐った株だし有効活用しないと。物は特になしと。こねえなのインチキ野郎。あ待って、クソダカ超。まあ後でも逃げんやろ。あれきなんちゃらかんちゃら。やばい、雑草が。くっそー、よかった金じゃなくて。雑草がよ。絶滅しろ。あ、いなくなっちゃった。あー、画面外行ったりいなくなっちゃうこともあんだな。ずっとずっといてくれるわけじゃないんだな。失ってから気づくんだな。身近な幸せと一緒なんだ蝶って。よいしょ、
あ、待って、鼻カマキリは高いぞ。東京武蔵野市。よっしゃ。おわ、返事。でも化石とリメイクと写真とクローゼット、写真はやっちゃうか。適当自撮り、はい。ドローンで撮っとるやろこれ。どう撮っとるんだよ。雑草なんかここら辺ばっかり生えるな。この下に生えてんのかな。ここら辺ばっかり生えるんだよ。映えるんだよな。人工衛星監視されてる。やっぱりアンチェインだからな。今日も滑空してるわ。大紫が、ああ生えてるわけじゃないか。しじみもトゥルルって頑張ってんだよ。アサリだけど、ここにもいたな。ほらな、やばくない？さえ渡ってるわ。カーナビで行くんですけど、おお、海の中走ってるよ。よいしょ。え、大紫で30ベルなんだ。へえ、結構高いんだ。捕まえとっか。例えばアサリフィーバーがやばい。アサリで溢れそう、ポケットが。カニになると聞いた途端、国の国鳥なのだ。ガッシュも来てるわ。これ普通に捕まえていいの？はい、おすごと、アリを捕まえた。毒もあるから注意する必要あり。一見の価値あり。そしてこれが腐った株です。置いとくか。ヒヤリ騒がれてたよな。懐かしいわ。すごと取り尽くしまった。飛んでんね。また赤だ。大判ストールチーズじゃないそれ。ああ、なるほど、ね。好きじゃない服だわ。よだれかけみたい。ありよりのありですね。本当にアリ捕まえてこれになったの。それはアリよりのアリ。ナシよりのアリってなんだよ。またギアっちゃうよあいつ。釣りたかりすぎだろ。マジでアサリだわけです。
ミフィーバーいいよ。今砂浜からアサリをいただきました。こんないくらあっても来れませんかね。スコップなくなったら困りますけどね。買ってこよう。まだ歌ってる。熱心だな。キモいあるかなスコップ。あ、かっこいい方だ。強そうな。せっかくだしこれ買っとく。スターなのに。セグウェイで走ってきそう。顕微鏡売ったら。トーストキャンディーありがとうございます。世界時計デザイン別のにした。世界時計さ変わったんだけど、パソコン変えたらどういうこと。フォント別にいじれないしな。なんか世界時計変わったんだよね。何もしてないんだけど、ただ OBS の設定を前のパソコンから持ってきたんだけどさ、なんか変わったんだよ。また働いてんね、アリが。なんかフォント変わったんだよな。フォントだ、やかましいわ。パソコン元じゃない。ブラウザーそのまま取り込んでっかんな。ブラウザー世界が変わったんじゃない。俺でなく変わったのは世界なんだよ。岩叩いてんね。まあね、ゴシックの方が見やすいは見やすい。ちっちゃいし、前のちょっとでかかったんだよね、縦に。12時を回りました。この世界でゲーム内時間では今昼です。やったー、金だ。なお使い道はないもんよ。キンダーなんだよな。キンダーガーデン、マジで。チュンリーみたいなやったかったの。ソニックムーブ、ソニックムーブ、タイガー、タイガー、タイガーアッパカ。金だー。目障りだったんだよ。いつもリーダーずらしやがる。景観が悪い。できたから本格的にモノマネの練習もできるな。そんなやってなかったけどな。邪魔だから売らなきゃ。でちょっと取れないね。アサリが溢れすぎてる。
アサリで溢れて足りないや。まだいるね。俺が次画面を切り替えたが最後こいつはこの世界から消えることになるか。まだアサリあんだけど、ちょっとフィーバーすぎない？フィーバーが過ぎる。こいつにも後ろから芝居たら株3つもらえないかな。すげえんだけど。カコン。ここのコーン結構便利なんだよ。一個掘って済むから。出ないね。出ない時があるね。まあ金じゃなければいいんだけどね。ちょうど博物館の横になんと化石が。エディションになっております。まだしょうもないスタンプラリーやってる。何も聞こえなくなったんやが。お悔やみ申し上げます。あ、ダメだった。でんねー、あと3、4個なんだけど。あり、ほら解説しやがれ。あれ、なんかあんまりアリはそうでもないのか。嫌な顔してるけど。そうやねー、絶対2割サボるらしいね。どんな形で分けても働き者だけにしても2割はサボるらしい。はい、アリってどこに展示されるのか、ちょっと気になるな。見に行くか。ローテーションで休んでるだけ。あ、そういうことか。結局ね、働きありつっても休まなきゃいけないかな。休みありと働きありってことか。アリでも休んでんのにな。アリどこ？ここら辺？あ、アリなんかあったな。そういえば展示場みたいなあった気がする。怠けありでも働いてるというのにお前らと来たら。ここここここ、あ、いるね。2匹しかいないけど、これ何？あれか、ズームされてんのか。これ魚眼レンズみたいになってるのかな。明らかに他のあれよりちっちゃいよ。なんか3万倍ぐらいでかくなってるけど、これすごいね。すごい展示だね。外出とるやん、ちょっと。めちゃめちゃ脱走しとるやん。何？あ、あのカップの砂糖に行ってるんだ。細か。へえ、面白いね。片付けろ、フーター。めちゃめちゃ出とるやん。片付けろや。言わんどこ。気づいて絶叫すんの。なんか隠しカメラで撮っときたいわ。動画あげよう、それで。フーターのコーヒーに虫が湧いたドッキリ。これは70万再生は硬いぜ。
りあえず物たちだとマジで溢れそう、アサリで。とりあえず売ったり餌にしたりするか。泡吹いて倒れそう、見てー。まず売ろう。まず歌ってるよ、みんな映りたがりだな今日。あ、服見てないね。もうこの後見るけど。虫が結構いいねつくよね今回。効率は虫の方が絶対いいと思うわ。もうあっちゅう間に9万になっちゃうな。このベッドおしゃれだね。アンティークベッド。ああ。上の方にあの充電する場所が欲しいよ。化石が安すぎっかんな今回。そしたらまず服見るか。服見てフルーツ売って餌作って釣ってで家の周り整備してかな今日。あ、カジサック用のあるね。カジサツカサック用の頭に巻くやつがあったわ。何これ何に使うんだよこれどういうことだよ。あ、この格好しちゃったオッケー、これでいくか。ジャージの下ないな。これとサメで奥畳をできる。あ、カウボーイパンツ来た。これは買っとくべきでは。でハンバーグしようね。ちゃんとちゃんとしたっていうか、下はね普通のジーパンだからね。これも買っとくか。必要になるかもしれないしな。ジャージの下がないんだよね。初期のアイアンマンマーク1もできるなこれで。今日はこれでいこう。結構悪くないんじゃない？どうこれ悪くない、また同じこと言ってる。麦わら欲しい。麦わらもう買った。買ってる。フルーツでも結構売れるから、普通に先月じゃないや、先週の負け、今週の負けか、今週の負け取り戻してそう。これだけで島整備にぴったりだね。ヘルメットしちゃうけど。麦わらゼア。黒ひげも見てます。
80円だけど、だって 5×4 で20で ×500 だからなかなかの値段よ。物まねに迷いがない、声が出せるからな。心理的要因だよね。よいしょ。ワノ国編ほんと熱い。なんか黒ひげ出てきそうな気がするんだよな、このまま。よいしょよいしょ。大変だぜ完全に果樹園の人やん、これ。この格好で撮ってたら、ブスがサンドイッチ食ったら、川際で、川沿いで。はい、イエーイ10万個でしたこれもいらないけど、まあ、なんかに使うかもしれないし、取っとくか。また変なお題出されるかもしれないしな。来たら釣りだな。まだ太ってる。配信中ずっと歌うつもりか、あいつ。あ、ここ叩いてないね。よいしょよいしょあの住人が歌ってる曲何なんだろうな。トタケケの曲でもないしさ、なんかあんのかな。お、考え事してる。なに、絶対俺のこと好きじゃん。パイン柄アウトドアハット、何それ。これ俺に似合う。センスがないのこいつ。こっそりメルカリで売ろう。おばはんのセンスなんだな。愛が怒られました。ありがとうございます。もう餌作んの一頃だよ、こうなったら。GPS ついてる、それつけなくても島の中にいるんだよな。アイスティーが怒られました。圧倒で感謝。いや、まとめて作るわ、マジで欲しいわ。もうかったるいもんこれ。住人たちほんとセンスなさすぎで、いつも切れそうになってる
所詮畜生だし。まとめて作るわ。もう実装してくれよ。あと5個。こんだけ餌あったらさ、今日は釣れるでしょ。こんだけあったらもうシイラだよ今日は。ちょっとアサリ止まんねえんだけど、どんだけ捕まえればいいの。こんだけね、作りゃあれさ、パソコンも新しいし、 165Hz あるし、防音水で聞こえるしな。ラスト。今日ギアッチャの映りがすごいんだけど。釣るぜ。さすがに強度は大しか狙わねえ。これは違うと思うけどな。今日目で心眼じゃなくて 165Hz で見えなかったフレームも見えるから、これで釣ってくわ。やっぱ違うわ。 165Hz あったら絶滅しろ。165Hz は違うな。絶滅してくれマジで。本当に絶滅するか、魚影を小さくしろお前は。また絶対鈴木だわ。もういらないあんこができた。ちっちゃいな。これも違うと思う。うるさい。なあ、貫通になった。これもちっちゃいな。お、やったぜ。鈴木が全部タイになるモッド作ってくれたらば。これも違そう。んーあーもう混ざってってんだけど、鈴木が5枚目がちゃんとやって、範囲の管理、それが東西線のあの原田のあれだろう、吐く5枚目の吐く。こんだけ使って出ないの。出ない時ほんと出ないよな、レアな魚。
ラスト。いやー、二人っぽいな。うん、この食いつきアタック。こんだけやったのに絶対釣れないよ。もうちょっと釣り簡単にしてほしいな。難しすぎるわ。子供釣れんって、こんな。ピエンの使い時間違ったな。おら、全部さばいてくれ。これさばいていく。よし、そしたらあとは家周りやりますか。どうしようかな、今日は何をしようかね。石畳で埋めてく。すんげえ単調な作業なんだな。やることとしたらそんぐらいだよな。埋めていくか。生き物図鑑みたいになった。アリちっちゃ。そしたら片手で露天風呂を回収して、バスケットコートこの左下かな、余ってるっつったら左下か右真ん中ぐらいかな。島クリエイタークリアランス取得。柵の下もやっちゃうか。ご安全に。塗るだけだから事故起こす方が難しいけど。ああ、このついでに柵変えるか。ウォーシャンビューが見えるんでしょうかな。そしたら一回、まあ、塗るは塗るけど、竹の柵も作るか。とりあえず一回戻ります。手持ちの石でできるかな。早く新しい服来ないと、この怖い歌になっちゃうよ。石坂コロコロコロ、この石壁なら多分いい感じだと思う。10ありゃいいだろう。んで竹の柵、これだ、竹垣、バンブーが6個いんのか。ブー、どうだ。若竹もなんだかの150くらいあったんだ。こんだけありゃ
一生困んねえだろ。バムの床か。ベンチ欲しいな、早くな。あ、流しそうめん台も作っちゃおうかな。いいね。あ、タケノコランプで照らすか。アンドンがでいいかなと思ったけど、タケノコランプいいな。流しそうめんも作っちゃおうか。石の壁ゴン。ちょっと隙間できちゃうけど、思ったよりでもちょっと高いかな。どうだろうこれ。あれ、オッケーね。どうだろう。なんか残念な露天風呂になってた。よくある景観を売りにしてるのに風呂に入りながら見れない。残念な温泉旅館になってるな。もういっそなくすか。なんか違う。誰か落ちるかもしんないけど、それは自己責任で。ここだけやっといて、これおお、これはもう絶景よ。ほら島も見えるし、朝なんて入ったらもういいじゃん。素晴らしいですね。竹垣もちょっとやってみるか。おお、なんかこれで立てるとすごい硬く見える。あ、でもいいんじゃない。これでここにも立てて、でちょっと見えづらいんだけど、あー、もう一個道ずらしていいかもな。じゃないとここに通路ができないかも。これ更衣室で、ここ出てここ入るで、ここにベンチ、休憩用のベンチ置くみたいな、みたいなみたいな感じ、いいんじゃないですか。ここに立てたら、あ、そうなるんだ。なるほどね。あー、でもこの方がいいかもな。これにして、でちょっと道一個ずらして、もうちょっと広くして、一個ちっちゃいなんか部屋みたいにして、もうちょいこっちかな。変なってんの、変なってなのか。ちょっとなあ。うん、これぐらいの広さ。
もうちょっと欲しいかな。うん、これぐらいの広さで、でもうちょっと縦に広くしていいんじゃねえの。露天風呂化計画進んでますね。ここにでベンチちょうど置けるぐらいのスペースあるから。いい感じだと思います。じゃあ今日はこれで終わりでーす。今日はね、20時からカイロソフト漫画一本見してちょっと漫画家になりたいなと思いますんで、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。